サケタ畑は、原竹木、萌木竹かの萌木竹属に分類されるキノコの一種で、ある。小実体は、全体の高さ2 0トル程度に達することがある。傘は半球型からほとんど平らに開き、計5から3 0トル程度、湿った時には、粘性があるが乾きやすく、紫褐色、赤褐色あるいは灰褐色を停止。 放射状の微細なセニーモンを生じるか、もしくは微細で不明瞭なリンペンをこむることがある。肉は、やや厚くて、固くしまっており、傷つけても変色せず、味、匂いともに温和である。肥だは蜜で柄に、自家製内視上昇し、幼児は、紅白色であるが次第に灰紫色を帯び、成熟すれば、暗視色となるが、縁は、お白い状をなす。 柄はほぼ上下胴体あるいは基部が、やや太く、長さ9から15センチメートル、計0.8から1.5センチメートル程度、開白色ないし、淡い気褐色を呈し、ほとんど平滑あるいは縦に走る、繊維紋を表し、髪型に唾を備える。唾は、厚い膜質で、紅白色、または、炭行褐色を帯び、放射状に深く裂けて、正常をなし、 上面は放射状に配列した深いシワを生じると、共に、膝から落下した胞子によって、暗視色に汚れることが多い。胞子門は、暗視色を停止。胞子は楕円型で平滑、硬壁、一端に、明瞭な発芽光を備える。シスチジアは通常は、膝の側面にも円にも存在するが、時にほとんどこれを書くこともあり。 昆布状ないし防水状あるいはアンプル状を停止、しばしば先端に短い突起を備え、無色、薄壁、内部には、強アルカリで黄色く染まる、不定型の内容物を含む。傘の表皮は、赤葛色ないし暗褐色の内容物を含んだ、補服性の細い菌糸からなり、その上に、ゼラチン化した薄い層がある。春初夏と秋に、有機質に飛んだ露棒や二十歳。 庭園などの地上や草食動物の糞上などに生える。代表的な不正菌の一種であるが、一方で、線虫捕食菌としての側面も持ち、土壌中に生息する、線虫類を捕食し、窒素源として死化する能力があると言われる。すなわち、アカンソサイトと呼ばれる特殊な細胞を形成し、これに触れた線虫を麻痺させて捕らえるという。日本、ヨーロッパ、 中国及び北米から記録されている。オーストラリア及びニュージーランドからも見出されているが、これは気化したものではないかと言われている。日本では北海道から沖縄県にまで普通に算する。タイプ標本は北米産のものである。また、日本での最初の記録は北海道のノッポロ近郊及び亀田郡大野村から得られた標本に基づく。日本では 傘の表面が排気褐色を呈し、胞子がやや小さいものを一品種、木裂畑として区別しているが、欧米では単なる変異型として扱う研究者が多い。裂畑と同様の環境下には、腰は畑も時折発生するが、後者ははるかに小型で、胞子もずっと小さく、ばが正常に裂けない点で簡単に区別することができる。また、 積み重ねられた木くずなどの上には踏みずき竹もよく発生し、時には酒燕竹と同時に混ざり合って見出されることがあるが、後者は傘がくすんだクリーム色を提示、唾は正常に裂けることはなく、放脂紋が高褐色であることで異なる。また、傘の表皮構造においても相違が見られる。萌え木竹属に属するキノコ類には著名な食用菌は少ないが、 本種は広く、食用として利用されている。欧米では、バターソテーとしたり、そのまま焼いて、食べるのが美味であるという。また、日本の金額書では、和風の煮付けなどに用いても良いという。ただし、森林内よりは、路房や二十歳などの人里に近い環境下に、よく発生するためか、日本ではあまり利用されていないようである。和名は、柄の中ほどに残った。 内皮膜の名残が正常に避けることにちなんで与えられた。かつて日本では大浦紫の和名、学名が当てられたこともあるが、この和名は定着せず、S フェリーの名も、先、なけんの原則から今日では異名とされている。食用としての利用が日本ではあまり盛んではなかったのを反映してか、方言名もあまり多くはない。秋田県下の一部では、 どっこいもたしの名で呼ばれているという。種商名のルーゴソワヌーリタは、シワを有する和を意味する、ラテン語で、本種のツバの形質を表現したものである。英語圏では、ワイン、キャップストロファリアあるいはバーガンディーマッシュルーム、または、キングストロファリアなどの名で知られている。王行、豪直で人目を引く小実体を形成することから、ゴジラだけと呼ばれることもある。 バーク対比を取材とし、これに襖を加えたものを媒地とし、これをポリプロピレン製の袋に詰めて用いる。媒比と襖との混合比率は、おおむね8対2程度とし、最終的な媒地の含水率が60%程度になるように水を加え、袋に詰めた後に高圧滅菌する。滅菌に要する時間は 2500cc 用の。 ポリプロピレン袋に詰めたバ地に対し、バ地の温度が摂氏120度となってから1から2時間程度が目安となり、バ地が所定の温度になるのに要する時間や蒸らし時間、あるいは脱気、放冷時間をも含めれば、作業の所要時間は5時間、ないし7時間ほどかかる。バ地が十分に冷めた後、バ地の上面から底近くにまで達するように、 計3から4センチメートルの穴を2から3本開ける。この穴が満たされると同時に、培地の表面が覆われるように注意しながら、資金を均等に散布する。作業は、無菌的に行う必要がある。資金の摂取が終了した袋は、口を折り返してステープル、またはシーラーで封じ、菌糸が成長するのに適した環境の下で生地培養を行い、菌の蔓延を図る。 培養期間は、蒸気の環境下では60から90日程度が、目安となる。培地の上面、側面が、白い菌糸でムラなく、覆われるのを見計らって、臨床への伏せ込みを行う。伏せ込み場所としては、紅葉樹林内の平坦地内視関係者地で、排水の良い場所が最適ではあるが、赤松や杉などからなる新葉樹林でも、管理さえ、 十分に行き届くのであれば差し支えない。直射日光が差し込んだり、通風が良すぎたりする場所は避け、下草が反応しているようであれば、あらかじめ刈り払っておく。平らにならした、伏せ込み場所を、霊気などを用いて深さ5センチメートル程度に掘り下げた、あと、十分に菌糸を蔓延させておいた、倍近いを互いに接触しない程度の間隔を保ちながら並べていく。ついで、 金賞が半分ほど埋没するように土で埋め戻し、さらに被覆剤を3センチメートル程度の厚みにかける。伏せ込み作業が終了した後は、金賞の乾燥の程度に応じて適度に散水し、小実体の発生を待つ。被覆剤も適宜に補充し、金賞が露出しないように留意する。発生した砂欠畑は、傘が完全に開かず、 ヒダが国子食に変色しない程度の若い時期に収穫することが大切である。3から5月に培地調整と資金摂取を行い、5から8月にかけて禁止の蔓延を図ってから伏せ込み作業を完了すれば、9月上旬頃から順次に砂欠畑の発生が始まる。収穫量は、おおむね培地の重量の40%程度であるとされている。なお、 9月に発生を開始させた場合、その年の秋に全収穫量の9割が発生し、翌年の5から6月に残りの1割が発生するというのが、おおよその目安となる。秋と春とに収穫を得た金賞は、それ以降の発生はほとんど期待できない。本ルオ、スワニエルアイ、ゲハングエルアイ、ヤンボ、パン。 アンドキャチーネちゃん、アカンセサイズオブストロファリアルゴソアヌリタ、ファンクションアズエーネマトで、アタッキングデバイス。アプライドアンドエンバイロメンタルマイクロバイオロジー72、2982から2987、ドイ、10.1128。 イムヌ、72.4、2982から2987.2006、http:/www.pubmedcen.nih.gov/.articler.fcgi?atted=144 t r 万9000。moral, w, a, dark, s p a u d o a g o i x 2ガンフェディアスストローファリアマイコロジア14 121から142 abc マイ s スタディーズオンザーグエリエコチオブ北海道ア i2 ジャーナルオブザファクルーティーオブアグリオブザ北海道インペリアルユニバーシティー43 1から378 ab アントニオカーロッチョザ コンプリートマッシュルームブックカドリーユ ISBN1 から8 4 4 0 0ゼ4 0 0清水大店1968原色キノコ全科から見分け方と食べ方家の光協会 ISBN 9長7842億 59, 5953万3090河村誠一1954原色日本金類図鑑後、風間書房松川人氏。 1980キノコ方言原色原寸図府東京新聞出版部 ISBN 9長7848億830万 30, 302沢昴生奥沢正樹1999キノコの語源方言辞典山戸警国社 ISBN 9長7846億3588万312今関六成 本郷つぐお、つばき1970、標準原職図鑑全集14金類。保育者。ISBN 9長7845億8632万14 141。ありがとうございます。